芝居しましたけどね、うん、室澤さんとほらお芝居したのが初めてじゃないですか。そうそうそう、まあ、もちろん役者もそうですけども、はい、僕もいろんな方とお芝居させてもらっていろんな作品にちょっと携わらせていただいてますけど、室澤さんとお芝居するのが初めてで、初めてだから室澤さんお芝居ってさ、見てるのとやるのと全然違うじゃないですか。違う、ほんと違うね。肌を合わせるっていうか、そうそう、全く違う、ね、うん、いわゆるそのセリフを交わすとかなんかで、うん、なんか違うんじゃないですか、うん、実際にやってみると、うん、だから村沢さんとこう実際にやったのも初めてだったんですけど、うん、まあね、逆に言うと面白かったですよ、うん、だから俺予想を裏切られたんですよ、うん、村沢さん違う、俺と違う、俺が考えてた芝居と違うみたいな、ああそう感じだったんですよ、意外とね、やっぱ芝居が真面目なんですよ、真面目な芝居やる人、で、まあ、僕も今回の映画は、うん、例えば高知郎さんにしてもそうだし、はい、村沢さんにしても、うん、まあ、美由紀ちゃんにしても、うん、あとその直江さんにしてもね、うん、あとその新しいヒロインの方とかね、はいはい、あと敵役の中山君にしても、うんうん、もうね、いろんなその方々にね、もちろん与える芝居もやったと思うんですけど、うん、いただいてこのインプットさせたものを、うん、アウトプットすることが非常によくさせていただいたというか多かった。もらうものがすごい良くて、ああいい共演者の方に恵まれたなと思いました。だから自分で作ってきたものを出すということももちろんやりましたけど、その現場に入ってすごいいろんなこうバッともらえたんで、それをこう自分なりのこう噛み砕いてバッ、自分で用意してきた以上のものを発揮できたので、本当共演者にもう恵まれました。うーん、もう本当に例えば脇もそうだし、あ、はいはい、脇くんもそうだしね、はい、うん、もう本当助かりましたよ。そういう意味ではだから、なんかだからもうなんか ある意味自分で作ってきた以上のものを発揮できたのは皆様のおかげです。うん、そういうところはね、いや本当にいい感じでできてるんだよね、映画自体。そう、だからそういう意味では、まあ、てるちゃんは全員とまあ絡んでるっていうか、そう、全員と絡んでるんですね。俺らはほら、いろんなね、その場面によって合わない人とかいるじゃない、そうですね、だけど、まあ、てるちゃんは全員と絡んで、うん、全員とやり取りしてる。だから俺ね、絡んでない人いないのかな、俺は今回いない、俺はいないのかな、うん、なんか別だけのシーンってなんかあったっけな、誰とも絡んでないっていうのなんかあったっけ、俺ないのかな。いや、セリフのあれはなかった人もいるかもしれないですよ、うんうん、セリフをこう交わし合うって、うんうん、だけどシーンはみんな一緒になったのかな、ね、俺だけいないっていうシーンはもちろんあったけど、うん、俺だけいないっていうシーンはもちろんあったけど、うん、だけどその人は、うん、そのシーン出てた人は別のシーンで俺とは絡んでるんで、そうだと思う、多分、うん、俺が出てないシーンっていうのはもちろんありますよ、うんうんうん、そうですよ、うん、全員と多分絡んでるんじゃない、うん、だけど撮影の最中はなるべく俺全部のシーンを見るつもりでいたんですよ、うん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 、ただね、ワンシーンかツーシーンがあって、そこの鳥は俺が見てないところがあった。ああ、そうなの、ね、完成を見たら、うん、あ、こんなところ俺行ってないやっていうのがありました。ああ、そうなの、ね、それはね、多分ね、俺を先に明日朝早いから早く帰っちゃってくれみたいなとか、うんうん、そんな話の時にあったんだと思います、うんうん、なんか夜のシーンだったし、ああ、そうなの、ね、うん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 、でも本当役者ってなんか不思議なもんでさ、うん、なんか本当にいいなんかこうなんていう空気感でやり取りしてると、うん、どんどんなんかこうもらえて、あ、もらえてんな、そうっていう感じ、うん、あります、うんうん、で台本に書かれてる、だからそれも結局ちゃんとこう自分とこでクランクインする前とか、うん、ああいう時の前に脚本をしっかり読み込んで、うん、いわゆるその自分の中でいろんな可能性を膨らましてるから、うん、現場に来て、うん、対応できたり、いろんなところにこう膨らんでいくだけであって、うんうんうん、それはやっぱり考えてなかったら考えたもしか出てこないんで、うん、そうだと思いますよ、うんうんうん、だからもうなんかそれなりそれなりにしたらまたあれですけども、うん、ちゃんとやっぱ自分で作ってきて、うん、で他の可能性もちゃんと作ってきて、うん、
で、あとはその経験だとかさ、うん、そうですね。あとはそのいろんな人とお芝居するとさ、なんかいろんなもん、なんていうの、こんな表現の仕方があるんだみたいなさ、うん、真似してればいいんですよね、うんうん、で真似したところで誰々の真似してるなんて誰も思わない、うん、そうそうだお芝居って結構さ、いろんな人の真似なんだよね、うんうんうん、俺だってなんか誰の真似とは分かんないけど、うん、誰かからなんかこうちょっと譲り受けたみたいなお芝居とかなんかありますよ、うん、まあ間とかね、そういうの間とかすごいあるよね、うんうん、まあそういうのもなんかこう村さんとやってていろんなのちょっと真面目な話になっちゃったんですよ。ああそう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 、だからね、だけど、うん、いただきましたよ本当にいろいろと。ありがとうございます、うんうん、僕はもう本当にみゆきちゃんとやるのはもう初めてだったんですけど、はい、あのただもう感動ですね、うん、ありがとうございます。本当にうん、だけどもうお二人とも NG もなく、 NG って NG じゃないじゃない、じゃあそれもらっときます、次の方法、あの表現の仕方みたいな、それは言われるじゃないですか、うんうんうん、なぜそう、あの一つのシーンに例えばじっくり一日使ってやるような今回は作品ではなかったからね、うんうんうん、割とだからこうそれぞれが芝居を作ってきて、で現場でぶつけて、うん、要はじゃあその完成をとりあえずここでもう作っていきましょうっていうものだったからね、うん、だからこそあのいわゆるあ経験値がやっぱりちょっと多い方っていうか、うんそうね、高いとは言わないですけど多くて、うん、まあその対応できる人っていうのをやっぱり、うんチョイスしないと現場も回りにくいよ、ねうんそうだね、中でもやっぱり若い子とかっていうのはやっぱり使ってたんで、うん、まあそこの子たちもでも頑張ってたじゃないですか。そうだよね、うん、例えばそのお宅のところにも若い子いたわけですよ、ずんこね、ずんこ、うん、あのヒロインの子ね、うん、そのあのヒロインの子が2人いた、今回出させていただきましたけども、うんはい、オーディションなんですよ。そうなんですか。やったんですよ、私もオーディションのいわゆる立ち会った、審査側の方で、はい、監督とプロデューサーと私ですよ、うん、あとキャスティングプロデューサー、ああそう、はい、であの実際本読みとか自己紹介とかしてもらったり、いわゆるオーディション、あのいわゆる書類審査から入ってました、書類も全部見ましたちゃんと、あそうで実際に会った人が100名ぐらいだった、あでも100もあって50人ぐらい、ちょっとそれ全然違くなっちゃって申し訳ないんだけど、結構あって結構あってんです、うん、朝から晩までやりました。へえ、お芝居と演技って違うんですよ、うん、やっぱりこのカメラの前で演技するっていうのは、うん、やっぱりそのなんていうのかな、例えばカメラにどの程度自分が映ってるかとか、うん、周りの人と円の中で絵の中で どういう形で映ってるかとか、うんうんうんね、でじゃあここでカットがかかりました、はいじゃあ次にのカメラの位置を変えました、うん、じゃあその時に編集の時に繋がりやすいように、全く違うような立ち位置にいられたりとか、繋がらなくなるんだよ。そういう角度だとか、うん、ああいうのとかもいわゆる言われなくてもちゃんとやらないと、うんうん、ただ芝居をやってって勝手に撮ってもらってるわけじゃないんですよ。そうですね。ね。そういうところはだから脇くんなんかはもう何も教えなくてもいいわけじゃないですか。まあ百戦錬磨でね、本当にレギュラーで現場いっぱいやってる人だからね。面白かったです、本当にだからやっぱりね。そうです、うん。だからそういう人たちと一緒のシーンが多かったですね、うん、今回、うんうん。面白かったです。面白かった、面白かった。でね、みゆきさんもね、ある程度ね、あの格闘のシーンとか、なんかそのクライマックスの方結構出る予定だったんですけど、スケジュールが分からなかったね、ちょっとだから延期延期になっちゃったから、うん、そう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 、そんでじゃあもうちょっと申し訳ないんだけども撮影日も決まっちゃってるんで、取り切れる量でっていうことになっちゃうんで、まあ少し若干あの出番が減ったところもあるんですけど、まあもうインパクト残すところはちゃんと残していただけるシーンもちゃんとねある。ありがとうございます。まあ、もしですね、僕の希望としてはうん、まあ、また何あのテレチャンネルを見てくれてる杉浦ファンがね、うん、またちょっとなんかブツブツ言うかもしれないですけど、うん、もしこれからシリーズがね、うん、の作品にできるのであれば、うん、まあそのね、丸川組長と、うん、まあ、由美のなんかこう、はい、もうちょっと馴れ初め的なね、あなんかもうちょっとこうなんか夫婦のなんかいい感じのところを出していただけると、なるほど、ちょっとありがたいなっていうふうに、あの僕は個人的には思ってますけど、まあ、それは検討していただいて。いや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 、それはね、はい、却下です。いや今の流れだとなんかそれ面白いねっていう感じの流れじゃなくていやいや、それは俺が決めることじゃないし、そうだよ、そうだね、だからまた企画から入りますけども、うん、でなおかつ、これテレチャンネルだし、はい、あれなんですけど、脚本今井ちゃんだから、あ、今井ちゃんなんだ、今井ちゃんなんだ、そうそう、次の脚本も
だと思う。あ、そう。わかんないですよ。今回は今井ちゃんなのよ。そうですね。うちのメインスタッフの今井ちゃん。もう今井ちゃんも有名なんだよ、うちの先生。今井ちゃんも。それは有名。だけど今井ちゃんは、もともと放送作家であって、うん、落語作家であって、うん、もう文筆はするのは、あれ、そうですね、もうね、プロなんで、ね。で、今回は、映画の脚本はもちろん初めてなんですけど、うん、まあ、いい物語書いてくれたじゃないですか。うんはい、そうですね。で、落語作家って言って、新作落語コンテストで何回も賞取ってるんですよ。そうなの。ほんで、あの人が書いた新作落語を、うん、名だたる落語家さんの人が、うん、それを自分のネタとして、いろんなところでやってるんですよ。へぇー。だってほら、今よく聞く古典落語あるんじゃないですか。うん、有名な、うん。例えば、文七元結だとか、例えば芝浜だとかって有名なお話いっぱいありますけども、うん、それだって当初は新作落語だった。まあそうだよね。時間が経ってるから古典落語ってなってる、うん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 、だから今井ちゃんの持ってるものがこれが50年50年100年経ったら落語の文化がそのまま継続されててその話を受ければ、うん、古典落語として有名な話になってる可能性もある。今井ちゃんがすごい、うん、そうですよね。まあ今回もいい曲だったでしょ。そう、はい、話的には、はいはい。うん、もちろん何回も書けないし、俺も第一稿から見てるんで、だから少しずつ少しずつ話は変わってきてるんですよ、うんうんうん、あれ俺でも第一稿から持ってんだよね。あ、そう、うん、貴重ですね。すごいでしょ。ちょっと面白いんですよ、読み比べてみたらね。第一稿どころかプロットから持ってるから。ああ、そう、うん、プロットって要はある企画書の あらすじみたいな。こんな人がこんなことするみたいな。そう程度のものね。だからそういうのも一回見直してみる楽しみもあるんですよ。実際に完成したのっていうかね、あれから見直してみるっていう楽しみ。だからまあ今回ね、はい、もう一応撮り終わっても完成もして、うん、皆さんにもこのほら試写会にも見てもらって、うん、で今度7月の24日に皆様の前で初めてのお披露目と、うんですね、はい、うん、そして、多分大丈夫だと思うんですけど、うん、8月の11日8月11日大阪の方でね、大阪で、はい、やりますんですけど、うん、まあ、これもあの一応詳細は、はい、テルチャンネルの概要ですとかね、うん、あとその皆様の SNS と、そうですね、まあ、私もそうですし、はい、あと BVAP のおっさんの Facebook のページですとか、はい、BVAP のおっさんの、Twitter アカウントとか、はい、ああいうのチェックしていただければ、はい、BVAP のおっさんの、ね、Twitter がね、あの制作の宣伝部 の女性スタッフが、はい、あの書いてまして、ね、ああそうなんだ、ね、うん、あの大焼けのり子さんっていう、大焼けのり子さん、はい、え、大焼けにはのり子さんって呼ばれてるけどみたいな話じゃない。違います。大焼けのり子さんって、うん、大焼けって公式の公っていう字ね。ああ、公園の公ね。公園の公で式が、のり子って式子って書くんです。式子、式子だから公式の式ですよ。ああそうなの、うん、大焼けのり子さん公式子なんだ。公式子なんです。公式の子なんです。なんかじゃちょっと中国のなんかちょっとね、お金持ちの華僑の人みたいな。公式の子なんです。だから公式映画ビバップのおっさんを担当していただいてる宣伝部の方は大焼けのり子さんっていう風に覚えればいいんだ。そうです。書いてあるんですよ、プロフィールに。あ、そう、俺早速なんかフォローしてくれたけど、俺公式に、うん、だから一応出演者の方でツイッターやってる人は、分かってる人は、うん、多分フォローしてくれたと思います。大焼けさん、はい、だから逆にビバップのおっさんのツイッターの方もフォローしてて、うん、あ、そうですね、うんうん、皆さんも本当にフォローしていただけるとありがたい、うん、情報がいち早くね、あとフェイスブックの方も、はい、そうですね、私のフェイスブック、個人のフェイスブックがもう5000人で満帆なんですよ、うん、ああ、それ以上はダメなんだ。ダメなんです。だからあとこっちで削除するとか、うん、勝手にもうほらフェイスブック海外の人でなんかほらそういう商売で使ってる人もいるんで、どん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 入れ替わるじゃないですか、うん、だからまあなんか2、3人消えたりなんかいつの間にか消えたりなんかしてるんですけど、アカウントがもうなくなってとか、うんうんうん、あとは俺のフェイスブックが嫌になったとか、うん、そういう人が消えたとか、消えたそういう人がいなくなると新しい人をこう入れさせていただいてるんですよ、うん、でもね、あの他の方が例えばテレちゃんをフォローしてくれることはできるので、いくらでも、そうね、何人でもできるので、あ、友達にならないで、ならないで、フォローはしてくれる。そうそう、なるほど。そうすると見ることはできる。あ、情報は行くので、あとだから要はあのページの方の白井光弘もあるんで、ああそういうことね、そっちにフォローしてもらっても構いませんし、ね、うん、まあまあいろんなところでビーバップのおっさんの情報は見れるんで、うん、ちょっとチェックしてもらってね。そうですね、ぜひ、うん、映画なんでスクリーンで見てもらいたい。そうですね、うん、で今回は、
まず、うん、ビーボップのトークライブ東京のね、うん、はい、うん、でビーボップのトークライブはもちろん僕と校長さんが一緒にずっとやってきて、うん、やつが、まあ、この世知辛い世の中になったので、うん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 、ちょっと滞ってましたけれども、うんうん、まあ、それと映画の上映と、うん、でビーボップのおっさんトークライブをやるんで、おー、この映画のね、これはいわゆるほら僕たち撮影の最中ずっとテルチャンネルのカメラ入ってたでしょ。入ってました。今井ちゃんとあともう一つ一人スタッフが入って、はいはいはい、カメラ2台ぐらい入って回してましたね、はい、ずっとあれ、はい、ほらメイキングずっと撮ってたでしょ。うん、撮ってた撮ってた。だからあのもう膨大な量らしいんですよ。そうだろうね。うん、でその中からそのトークライブに出演していただける人たちの名シーンをちょっと流しながらNG シーンだとか、はいはい、でそういうので裏話を聞く。うーん、でだから映画を見終わってまだ記憶の中でもうバッチリある中で、うん、すぐにそのトークライブ始まりますから、おこんなね映画の見方ないですよ。そうだよね、贅沢ですね。贅沢な今だってスクリーンで見た人が目の前にいて、うん、それでそこで NG シーンも見れるということなんで、はい、ね、それは楽しみ、うん、ね、なんかあのそんな楽しみ方もあっていいんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひそうです、ね、会場に足を運んでいただいてね、そうですね、はい、スクリーンで見ていただければと、うん、はい、まあそんなんでね、はい、ビーボップのおっさんの方も、注目していただいて、そうですね、やっぱり映画館に足を運んでいただいて見ていただけたらなと思っております。はい、まあそんなこんなでね、はい、もうお腹も空いてしまったんで、はい、あ、それからもう一個、うん、そう、はい、今度さ、うん、村沢さんとみゆきちゃんと、はい、私で、はい、よかったら、うん、どうでしょう、テルチャンネルの、うん、生配信をするっていうのどうですか。やりたい。なんか食って飲みながら、おいいね、で皆さんのコメントを読みながら、いいね、生配信のいいところはコメントが入るんですよ。そうですね、そういうのを拾いながらやるのもまた面白いので、うん、面白い面白い、うん、めちゃめちゃ楽しいと思います。でもしかしたらそこにビーボップのおっさんの誰か来る可能性だってあるじゃん。ある。他に。うん。もう今中で配信して電話で呼んじゃうとかね。そう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 。そうそう。今やってるからクレイじゃねえかも。え、いいんですかみたいな。あ、そう面白い。そういうのもありかな。あり。面白い面白い。どうですか、ステージやりたい。やってみましょう。ね。なんかそんなのもありなのかなと思ってなんかしてるんで、うん、それも企画どんどんしてって、はい、またよかったらそのテルチャンネル出てください。ああ、ぜひぜひ。よろしくお願いします。ほんで私の方も、うん、こちらの、みゆきと村沢の、はい、月曜から乾杯にまた遊びに行きます。言い方。いや、ラジオ、本当に。はい、今回はね、本当にラジオに出させてもらって面白かったです。うん、このラジオの、うん、もうちょっとチェックしてください。私もちょっと YouTube の方で、多分、出てるし、ラジオの方も出てますんで、はい、よかったら見てくれるのもオチじゃないかなと思ってます。はい、はい、お願いします。まあそんなこんなで、はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。なんで、本日のテルチャンネルこれで終了でございます、はい。また次回のテルチャンネルでお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。よろしく。愛し。動画、面白かった。